総集,総集を持つ公文の特性1総集または分子の問題次のような実例は私たちの日常ではうごくありふれたものに過ぎない3つになる男の子は少し前から暑さのためか食欲が進まないあなたはあの高知山の狂言でどこの土瓶いいは口が欠けているよ。 ところでこれを語法上の見地から解剖してみると術語たる要言ないし活用連合に対して死語の位置に座るものが見いだされるほかになおいわば文全体の資格の地位に立つと考えられるものがあることも見逃すわけにいかないしかもそれは術語に対する関係から見ると前者の直接なのに比してよほど関節になっていると思われるこれをもっと簡単な典型的な例についてみると像は体が大きいという文における 体と象との関係について同種の事柄が見られる術語たる大きいの直接に関わるところの成分は体ではなくてはならないのでこれを仕事するかするがその際象はどう取り扱うべきだろうというところに問題が起こるこの出発の仕方に導かれていくと象をいわば再度の仕事を見なすようになるのも自然のことと言えよう。 草の清民が最初創始の問題を提出してそれの検索検案を試みた時の構想の方向はその辺りにあったことと思われるその後創始あるいは分子の問題はしばしば繰り返して議論議された諸家がこの問題に関しては各自の見解を発表しているしかもその解くところは十分に他を説得するまでにはなっていないように見える。 こうして問題はまだ学会に一致した定説を生み出すに至っていないようではあるが自ずから一定の方向に修練してさらにこれを推し進めることができるならついに意見の一致をもたらすことも可能な状況にあるのではないかと思わせるものがある。一つの文をその成分から合成されるものとしてその成分を何と何と何というふうに数え上げる流儀にしてもなかなか一致した見解に到達しがたいがとにかく少なくとも死後と術後とか存立すべきこと しなななければならないことについの死後と術後との結合の関係から出発する場合前傾の分類における成分として普通の死語以外になお別個の死語的なものに直面してその処理法を考えるにあたりあるいは再度の死後の目を作り出しあるいは副主覚に対する主覚もしくは副主覚に対する本死後という死後における階級別を設定して解決を試みるのは むしろ自然のの順序だだと言えようこれが一つの生き方だったしかしこの説明では人を納得させるわけにはいかなかったそこでまず文を一つのまとまった全体としてそれから出発すべきことは当然考えられなければならないこの生き方すなわち個々の断片として本来没交渉な成分の「自己的接合」という考え方ではなくてもともと一つのまとまった全体たる文の事理に 合議な分節を訪ねていくという道をたどるとき、むしろこの場合の死後術後の関係が <laughs> 形、象、象体、体が大きいの間に存立すべきことを相当するのは、またすこぶる当然のことと言わなければならない。すなわち、象が死後たる位置を占めて、それの説明ごとして体が大きいが対すると説く見解は、すでにこの生き方における第一性として現れた。 体が大きいが単語ではなくてさらに内部に主語及び述語をるつ連合を成しているという点の頃から「叙述説」と名付けたりまたは「述語説」と呼んだりするのも最もなことで要するにこの文全体から出発して全自分説していく全体からそ,のそれの部分断片ではないたるいわゆる解全体を見出していくという法とにおいてはいずれも異なるところがない。 この術語説がさらに主語述語の分節詞によって構成されているという事実はことさら述べるまでもないまた何人も依存のないところと思うしかもこの種の公文の得意さはさらに第三の種類の見解を発生させなければやまなかったこれはいわゆる総種、文主を一種の定字語とするもので一般に文の構成の成分としてそういうものを認めようとする聞く人の注意を引くように文の構成上特に明瞭な形をとって現れる定部いわば心理的主部に他ならず 創始も要するにに特定のの形式のテーブルに過ぎないこの主張は分校生の理論における一般的な原理として心理的モメントを考慮しこれを導入しようとするもののようで誤報体系の全般の建て前に影響することが予想される一方論理的ないし語法的関係と心理的関係との分別対立というちょっと見通しのつかない問題を伴ってくるものであることに留意しなければならない。こうして総主・分子の問題はさまざまな定説を促したがこれを すすれば常実のようにほぼ3種ととることができるその対抗について見るとき第一の見解いわば両党間は主語の重複を認めることを余儀なくされてその結露を2つの七語の間の階級付けすなわち「主復二階」の主語を認定することによって見出そうとしたもので今日はほとんどその支持者を得たくなっているのもむしろ当然というべきだろう。第二の見解いわば公文の相助間は 全一,全,一全一的単位たる文から出発してその自然的分節したるものを定立するという比較的に素直な無理のない生き方をするものと言うべきで在来の要素的断片集合的な機械感にとらわれない限り最も自然に相当するところのものに他ならないそうして今日多くの文法学者がこれを支持するのはすこぶる理由のあることと言える第三の見方についてはその心理的関係への配慮と見られる点になお進んで考察すべき問題が されているるることを暗示するものがあるしかもこれを特に心理的関係と規定して論理的なものに対立させたところにはあえて言おうなら問題の根本的な解決ではなくて単に一時的な清め的な処置を認め得るだけでこれにとどまっている限り自理のの解明にはほとととんど法を進めたと言えるものがない,というべきだここに論理的と言いい心理的というのは概念の形式的操作と表現の内容的コールトの代わりに用いられたものに過ぎないように見える。 しかもその自律的な解明にとってはこういう互いに相入れないボス交渉の二原理による考察分野の分割は何々するところがないだけでなくて真に即時的な理論的把握を妨げるものでしかない。要するにこれを新しい角度からの問題の見方への示唆として評価することはできないできようが与えられた課題に対する何らかの回答として受け取ることはできないしまた受け取るべきものではない。問題の現状はなお多くの事実的探究を要求する。 具体的事実の行使こそ新しい着手点を提供するものではないか。2公文様式の普遍性文とは何かこれに対してどういう定義が最も適当なのかこの問題については従来いろいろに考えられてさまざまな回答が試みられたリースの募集したところによると文の定義として与えられたものの数が実に139種に上るというもっともその中には内容において他の反復に過ぎない言い換えもあると思われるが それにしても見解のの異なりの著しいものがあるる。ことは操作される文の定義を最も包括的なものにすることが実際上必要なことは次第に痛感されるに至った主事、品字およびこれを結びつける掲示を文の成分というするというような形式論理的な見解が不適切なことは既に早くから気づかれていたことでこれは極めて特殊な場合すなわち特定の判断の表現において採用されるところの形式たるに過ぎない。 判断の表現だけについて見ても全ての形式をもってするというのではないことは全てこの形式をもってするというのではないことは実践の事例に聴して特に日本語の場合などについては容易に知ることができるこうして掲示が必ずしも書くことのできない成分ではないことを知った上はととと必要かつ十分分な文の成分と見るということになる。こうしてさらに語法的に主語と術語との2成分をもって文が構成されるという見解が立てられしばしば文の定義の中にもこのことが述べられる 2個以上の語の結合を文と,いう,文というとするような定義において少なくともその一つは主語他の一つは実語たることが暗黙のうちに要求されていると見るよりほかないむしろこれを明示しないことは定義としては不備だというも言うことができるけれどもこの定義でさえ実践の事例に照らして考える時はまだその包括するところが狭くて返局していることを免れないことがわかる。 特に時に応じ場合によっては主語と術語とを備えないものでなおかつ一つのまとまった表現効果を用いるという事実を十分考慮しなければならない。こうして文の考察も単に音声に現れたあるいは文字に書きし記された二語ないし数語を眼中においてするだけでは不十分でその場合場合のいわば背景をも十分考慮の中に置くことが大切になる。それぞれの発言自体ということが文の表現を可能にするについて深く関係する。具体的な 皮脂の相対する場面、話し手と聞き手の生活し行動する環境のそれぞれの事態が極めて簡素な様式の発言をも一つの文として存立させることは日常しばしばば遭遇する事柄に他ならないこういう場合をも考え合わせると一語で成り立つ文もあるということになるが一語文の存立の主張に対してはこう風ううな文法学者がかなり反感を抱いていること。 そうしていわゆる成分の省略」の場合としてこれを説明するに傾くことイエスペルセンの指摘した通りでこの際省略による説明は万能薬的な効力を持っている。が日本語などにおけるように主語を持たない語句が一つ独立してまとま,まとまった事案の表現として使用されることは極めて普通な事柄に過ぎないので主語と実語との結合という形式を典型的なものとする以上に 一般的なものと解するのはすこぶる事実を離れた抽象論・形式論となる言語現象の具体的研究言語辞理の即時的解明を期する場合はにはこういう方向への考察は能性的効果だとは言うことができない一語内心一成分を持って,てなる文の存立も事実として認めて考察を出発させるのが事実的科学の当然の引き方でなくてはならない実はこの点でまさしく同様なのだ いわゆる創始を含む文をとにかくそういう形式のものとして、事実あるがままに素直に認めるということは、出発の初頭においてこの上もなく当然なことに属する。これを強いて他の形式に当てはめようとすると、そこに無理ができる。この種の文構成の様式が他の国語には現れないかどうか、それは第二の問題で、事実としてこの構文様式が存立することは、特に日本語を考察の主題とする場合にあっては、当然認められなければならない。 どうしてしこれがただまれに現れる特殊の事例というものではなく日本語においてむしろすこぶる一般的な公文様式に他ならないことを認識してそれの文論における意義を思いやるべきだろう。部における底部あるいは独立語ないし独立説もここに関係を持つ事項として忘れてはならないがここにしばらくもっぱら「何々は何々が」の形式を示すものだけを考える。 すなわち創始または文集に助詞「派がついてその次の述語説の主語たる地位を占めると説明されるような事例をとって考えようまず最初に携帯の上から分類してみると「1」「何々は何々があるない」の様式を示すものがある例えば「あの人は知恵があるないこの,人この品は値段だけの値打ちがない」「その男は3人子供があった」 あいいつはさっぱり働きがないこれらの場合にあるいはその男にはなどとも言うことができるものもあるが一般にそうとは言えないあの人には知恵があるというような言い方はむしろ不自然と感じられるっに何々は何はがてているていないてあるてないるるななあ次のような例が成り立つあの人は口がおごっている私は腹が空いている土瓶は蓋が欠けている 「鍋は蓋がしてある。鍋には」とも言える「あの店だけはまだ戸が閉めていない」「これはこういう形だけでなくてもっと食べておかなくちゃ君は腹が減るよ」のようにも言えるし「あの店は戸が開いたままだ」のような言い方もされる「前傾の男の子は食欲が進まない」もやや類したものと見られる「3何々は何々が形容詞」。 この形式を持つ示す例は従来よく引用されたものでしばしば総称を持つ公文の典型的なもののように取り扱われている念のため23の例を挙げると象は鼻が長いあの男は見かけほど力が強くない私は腹が痛い痛くなった君はビールが欲しいかそれとも日本酒がいいかこの子は飲み込みが早い悪い前に掲げた例ではあなたはどこのとこが一番気持ちがいいんですか いいんですとあるので形式上では「が」の格が重,重複して一層複雑になっているこれも本質的には3と異なるところがなくてここにも形容動詞と形容詞とが本来不二とも言える桃たる異変を思わせるものがある23の例を挙げるとここの子供たちはみんな木登りがと上手だあの子はパンが好きだ嫌いだ 先生は座談が得意だ私はそうなるのが本望なのさところでこの頃「おお何々を好きだ」というなどという言い方を見かけることがあるしそれどころか口頭語として話されたのを耳にしたことさえあるさすがに「何々を嫌だ」のようには言わないところを見ると「好き」というところに何か「好く」という多動をめいた感じがある一方 英語などからの翻訳が外国語の語法に馴染んで、そういう言い回し方をさせるように誘惑するのだろうということが考えられる。方言には、何々を吸い取るというふうに表現するものがあって、この傾向を助長するかと思われる。た,ただし、何々を嫌いだというのはまだ聞いたことがないが、何々を嫌いになったなどの言い方を使うものがないとも限らない。このことは、 形容詞の場合何々を欲しいというような言い方とともに次の項に述べることに関連して現代のいわゆる教養ある人種の語法的関係の混乱を監視させる一つの例称となっていると思うここでは外国語などを知らない無教養人種がかえって素直な五感によって正当な日本語が映っているのだ。何何々は何々はが、プラス、動詞、対 例えば「どこそこへ行きたい」という場合などから「行く」という動詞は動作の到着点を要求するだけだが「飲みたい」というような場合には何をを飲むかのの対象を表すものが補足されれなななければならないそれがこの様式にあっては「何々が」として言い表されて次の通りになる。私は水が飲みたいこの形式は「水が欲しい」という普通の形容詞を用いて表現された場合と同様でいずれも心の内面的状態の表現に関するところから平常の文ではいつも 私はのような発言者自身のの情緒的内にに関するるものに限られるしたがって「私は」をいちいち明示する必要が実際生活ではあ,りあ,りあまりないただただ「ただ私も」というような事態などにあってはこのいわゆる創始的なものがその明示を要求される「面白い本が読みたい」「私も何か本が読みたくなった」「芝居が見たいな」「僕はトーキーでいい」「音楽が聴きたいよ」 さて、この場合に本を読みたいとは言わないで本がとするのが普通なのは現代の口語の素直な観察の示すところで語感にもしっくり合う文法にもこれをそのまま認めているものがあるのは当然だろうなお口語では例えば「水を飲む」「本を買う」に「体」がつきますと「水が飲みたい」「本が買いたい」となるのが普通であります。橋本新吉新吉、別記、上級用、399ページ。 ところでこの場合の「が」のついた「水なり」「本なり」は文においてどういう角に立つかということについて説をなす人がある。すなわちこの際の助詞「が」はその体言が主格に立っているのではなくて客格に立っているので客語を示す助詞を,を,をの代用をしているものだとしてこういう場合の一種の寛容法に過ぎないと考える。その文の主語は別にあるのだが省略されて文面には現れていないという次第だから。 のの前の体言を仕事を謝り返してはならならいとくあるいは同じ考察のこの方向においてむしろ水をの飲みたい本を買いたいという方が文法上正しいと主張するに至ったものもあるように見受けられるこれは文語などにおける用法にも指示を求めてのことと思われるがこの方向におけるこれらの見解には叙情の発言自体における自の 言語事実のうちに潜む自理の認識に対して周到さを書くことがないだろうか書くところがないだろうか水が飲みたいの飲みたいはもちろん動詞の動詞飲むと助動詞タイとの結合によってできたものと見られる一方,一方にそのこの一つの活用連合が筆記をまた心の内的状態すなわち情緒ないし状態意識の表現として 前に述べたように「欲しい」という形容詞とほぼ同化だと考えれば「水が欲しい」というのと同様に「水が飲みたい」というのが極めて自然ではないかさらにまた「水を好きだ」ということがキーに思われるように「水を飲みたい」というのが五感に異様さを与えるのも理解されるのではないかそうしてまた主格とか客格とかいう問題も 総集を持つ公文様式の一例をこの種の文において監視することによって本来問題となることなく解消されるのではあるまいかこの考察の線に沿って筆者はガーをオの代用と見るような持って回ったしかし文法家によってはたぶたぶ利用されるような説明の仕方を全く不必要と考えるもちろんタイの接合によって正常語化され形容詞化された活用連語はさらにガルの接合によって 採点して動詞化され特に「飲みたがる」などでは全体,全体として一つの多動詞となるわけだからこの場合には水を飲みたががるるののように言ううには当然だということいこできるなお女子がの代わりに「脳」を用いる方言博多および熊本の例でも次のように言われる「水の飲みたか」と「博多」「水の飲みたかな」「熊本」特に児童など。 あるいは「の」を省略することもあるが博多などで助詞として「を」の代わりに用いられる「ば」をこの場合には使わないように思われる。かっこ,この場合には「〜何々には」というのも普通に用いられるが「〜何々は」とだけで五感の上に格別の異様さも生じない場合もある次のような例がそれにあたるだろう「あの子は」「あの子には」その字が読める。 私私は、私にはに酒が飲めない。君は英語ができるかねこれらの例を見ると括弧1に挙げたものととているる。ことが知れる以上のように形態的観点から区別して主々の場合にこの種の公文様式が存立することを確かめたと思うがこれらを貫いておのずから相通じるものをその意義的側面において見出すことが困難ではない。なお次のような例。今日はは、風が寒い、などは 前に述べたたもののとと違った構成の文として別にに説明するるる必要ががああもののように従来考えられた傾きがあるしかし形式上格別異なりが見いだせないことは「今日が必ずしも常に福祉なのではないことを認め,な認めれば頷けるのではあるまいか」。これは「風が今日寒い」というような文もし成り立つとしたらとは表現内容をことにするものな,な,なのだから。以上の考察においては「何々は何々が何々の形式について」。 構文の特性を懸念したのだったが、この上司は及びがはいつもこういうふうに用いられるものと定まっているのではない。すでにすでに例示したように、歯の代わりに藻が使われる場合もあるし、歯と蛾とが互いに置き換えられる場合も生じてくる。大体歯と蛾と元が転換可能の関係になるということができよう。自分たちは目は見えないけれども、耳がちゃんとある。 象も体は大きいし力も強いが獅子にはかなうまい体はクジラが一番大きいだが同様な事案の表現は必ずしもこの種の助詞をもってするとは限らない君もパンは好きかねパンなら僕だって大好きさこの種の具体的な文の書類についてまたことに「うたたねも上品なのは本を持ち」「旅立ちは派手なが早くくたびれる」 のような例について文の成分への解剖がしばしば単純な操作を拒むような場合に包着する全部定時と一部再時との関係を当てはめることもい,いつも可能とは言えな,言えなくなるし主語と述語説等への二分も時として困難を感じさせることが起こる文構成の根本についての小説からこの全事象についての再吟味を必要とすることが痛感されるが現在のところこれを全面的に説明する理論的布陣を筆者はまだ完了するに至らない。 で今はこの種の公文様式が日本語において例外的事実としての位置に差し置くべき特殊なものではなくてさらに一層深く根ざして日本語の一つの性格を形作るとも言うべきものたることを重ねて指摘するに留めたい。3就職部としての述語説前に述べた公文における述語説はほとんどその形を変えることなしに体言の就職部として使うことができる。例えば「何々は絵が好きだ」「何々は本が読みたい」 何々は「酒が欲しいので」の例から「絵が好きな男は誰だ」「木が木の読みたいもの本が本の読みたいものは手を挙げろ」酒の「酒が欲しい人はこっちへ来い」のように元の文の資格総集に立つ体現に該当する者人を就職するのに元の文の実語説をほとんどそのまま「が」を「の」に変えることもあるという程度の変更だけで就職語的に用いることができる。 主語に立つ対象を術後の示す内容が指定し正確づけるという関係が一般に創始を持つ構文についても認められるとすれば元の文で主語だったものまたはその位置に座るような体現が元の術後を用いて就職され限定されることはむしろ当然のことに属するとも言えよう。この場合の「絵の好きな」や「酒の欲しい」という就職部はそれぞれ主語と実語とから形成されているからというので絵を好むや 酒を欲しがるのように主語を持たないものと区別して連帯就職説と名付けることが語法の論求上便利だとすればそれは何ら差し支えないしかし仕事実語等を含む別個の就職文もここから作り出されることを考慮する必要があるすなわちそれぞれ絵本酒を就職される体現とする場合で次のようになるあの人の好きな絵はどれかね子供の読みたい本はどっちだ君が飲みたい酒はここにあるよ すなわちこの場合の就職部は元の分の術語説からかなり形を変えてむしろ一旦解体されて再び組み直されたとも言うべきものになる元の分を主語と術語説との2部に分けるという第1段の操作だけではここに使用される就職部の成分は積出されないさらに第2段の分析工作を待って初めて成分の抽出が可能になるかつまたその組み立て工作にあっても前の場合と異なっていることは言うまでもないこの2つの場合を区別するためには 全体就職説というだけでは不十分だし区別しないとすれば主語と術語からなるというだけの特徴を他の種の構成の就職部から取り分けて特に名付けるという必要がどこにあるかを筆者はまだ認めることができずにいる。表現の性質によっては君の好きな絵というふうな就職部を作り出すわけにはいかないものもある。この場合にはもっぱら元の文の術語説を就職部にしたものが用いられるということになる。 例えばあの人は知恵があるから知恵のある人のような連合は形成されるがあの人のある知恵というふうなことは意味をなさない私は腹が痛いから腹の痛い人はもちろん作り出せるし場合によっては私の痛い腹とも言えるが後の例での後の例での「の」のののは「が」では代,代用するわけにはいかないつまり構成をことにするものとみられる僕は腹が立ったのような場合には腹が 腹の立った僕はとは言えても僕が立った腹はなどとは言えないもちろんこの際腹が立つが一つの整合を形作っているという事実は見逃されないいわゆる連帯修飾説というものには術語説をそのまま持ってきたような構成のものが少なくないことは容易にわかる後に誰に何のの後に何の起こりそうなことをはするな 異性の盛んな鬼人を共にすれば世上に家宝の意味じいものというは、いそぼ物語から「異性の盛んな」盛んなは「貴人は異性が盛んだ」という文,いう文の述語説を大体そのまま就職部に転用したものと見ることができるのでその関係をたどれば異性のは主語をまた「盛んな」という形容同士の連帯形はそれに対する術語を代表するものとなる。 同様に家宝のイメージーにおけるイメージーという形容詞の連体形も術語説の内部において術語の地位に置かれたものから来たものに他ならない同様に次のように就職部を形作ることもできる体は大きい像も獅子にはかなうまい目こそ見えない自分だが耳はちゃん,ちゃんと聞こえるパンなら大好きな僕も高養殖ばかりでは並行するそれと全く同様に風の寒い今日は出かけたくないねのように言える。 ここで「今日は」は寒いによって連帯的に就職されているわけだがそのくせ福祉的に次に来る術後を就職すると考えられる。天気ののいいい今日、どうして出かけないのこれもご法上何とか解決することを要する問題ではなかろうか。術後節的構成がいわゆる連用的就職をするような場合については今特に言うほどのことはない。追記、例の「例の切符の切らない方」についてはいろいろ解釈されているが。 切符が切ってないから転じた切符の切ってない方のまたは切符,が切,らない切符が切らないであるから転じた切符の切らないである方の事務官便的省略と見ることができるのではあるまいか。